ふう、再開していくぜ。さて、忍さんの世界で一体何が待ち受けているのかというところですけれども、ここは調べても特に何もないか。外に出ればいいのかな？おん？忍の世界仮想。素敵な世界でしょ？この外が臓器むき出しのあんな血だらけの場所だとはとても想像がつかないですね。何ですかそれ。とりあえず、鍵を取り戻しに行くでしょ。鍵を取り戻すのはおそらく簡単。ただ、返してもらうだけなのだから。その際、忍ちゃんを騙してゲートに巻き込むこともできる。でもそれってやっぱりちょっと。パパのところに行く前に少し寄り道をしていいかしら？実は薬が必要。私最近貧血気味ですぐに倒れちゃって。近くのお友達が薬を作ってるの。そこで毎日もらってるから先に寄らせてもらうわね。他に住人がいるのか？なかなか言いづらいな。さて、あん？橋。お？左側行けない？行けなさそうですね。ここには誰か住んでる？世界に二人だけなんて寂しいです。今向かっているのはピンクさんという私の大切な友達がいる。エステルちゃんちゃうかそれ。それはあだ名でしか、えらく変わった名前ですね。本名は私にもよくわからないの。言葉が通じないから。私たちは外見からピンクさんと呼んでるわ。打ち抜け手になんとかピンクさんと呼ばれてる人がいるぞ。会ってみないとわからないんですが。窮地の中でしたら面白いですわね。さあ行きましょう。まさかのエステルでこのふわふわ？こっちかい？あん？ピンクさん、これはおそらくエステルちゃんです。親友のイメージがこの世界に反映されてしまったんですね。だとするとこれは突破口になるかもしれない。シボノブちゃんは心の奥底でエステルちゃんのことを覚えてるってことです。しかも仮にエステルちゃんだとしたら出入り地の話をちゃんと聞いてくれるかもしれん。どうかな？大丈夫かな？これはいい風が吹いてきたですよ。でかいでかこちらがピンクさんです。どうです？お知り合いですか？いや、特徴の 90% 以上が一致してて間違いなく本人だと思うんですけど、ただ一点サイズがでかすぎるっていうか。ピンクさんどうです？デイリッチさんのことを知っていますか？まあ知っていますって。え、そうなの？こっちとしては初対面だと思うんですが。うん？どういうことでち？エステルちゃんのイメージとはここで初めて会ったのに。もしかしてエステルちゃんの本人の記憶の一部をイメージ側が受け継いでるってことですか？怖いわ。どんどん。近くで暴れないでデイリッチ怪我してるから。クイクイ。これをデイリッチに？まあそれはピンクさんが作ってる薬草ジュース。万病に効くんですよ。私も毎日飲んでますから。この色、それからその植物、これはマナジャム。だけど薄い、すごく薄い。これじゃ効果もほとんど。最近マナジャムが不作。理由はわからないけど、ピンクさんもとても困っています。水や肥料を変えてみたり、日陰で育ってみたり、いろいろとしてるんですが。しのぶちゃん、とにかくこのマナジャムじゃダメでち。マナジャムはもうここでは育たない。この世界そのものがマナが枯れてダメになっているってし。これを飲んでもしのぶちゃんは回復しない。ちゃんとした治療を受ける。外の世界に帰って栄養のあるものを。ちゃんとした治療ってピンクさんはちゃんとしてくれてるわ。さっきからダメとか終わるとかそればっかり。何よ、この世界のこと全然知らないのに勝手なことばかり言わないで。だけどしのぶちゃん、あなたにそんな慣れ慣れしく呼ばれたくありません。ごほごほ、うわ、吐血。少し興奮しすぎたみたい。これを飲めば落ち着くから。デイリッチの言い方が良くなかった。しのぶちゃんとエステル、いやピンクさんは友達なんですね。そうですね、これだけ大きなイメージってことはそれだけ強い思いが込められてるってことですね。ちゃんと人格があってここでの暮らしがあるんですね。ピンクさんついてきてもらえないですか？この世界は大変な危機を迎えている。この世界の主人であるしのぶちゃんも大変危険な状態なんです。しのぶちゃんと一緒に行動し、しのぶちゃんを守ってあげてほしい。襲いかかる困難から。どんどん。いつもはここを離れないっていうのに。エステルちゃんなんですね。君はきっと記憶を取り戻す切り札になる。無理して思い出さなくてもいい。今はみんなで鍵を取りに行くでちよ。ピンクさん、アラス、戦闘に仲間になったりはしないのか。上に行けばいいのかい今度。お、左側と上に行ける。どこから、自分がどこから落ちてきたのか知りたくありませんか？この近くなんですか？ええ、すぐそこ。ここら辺かい？雲がちょっとへこんでる。すごい衝撃だったの。レリーよく無事だったですね。一体どの辺りから落ちたんですか？城に、上空に白い月が見えるでしょう。ん？あれー、怖っ。
ペイリッチが移動に使った簡易ゲートみたいなもの、この世界と外の世界があそこで繋がっている。あんな小さな針の穴のような場所で。入るときはもっと大きかったんで違う。はぁ、一応残ってはいるのか。残ってるか、最悪、場所は最悪だけどなんとか脱出に利用できないかな。落ちてきた高さを知ったら急に痛くなってきた。ペイリッチ体が丈夫なのと運が強いのは取り柄なんですよ。とりあえずこの場所を覚えておいて気を取り直して進むでちか。まだ遠いんでしょ。パパの居場所は頂上付近なので。ふむ。なるほど。あんなところにコアがあんのか。ここからこうジャンプしてアイキャンフライで飛び込むっていう選択肢、ありそうだな。おーん、歯車。これは、ネジの、時計塔のイメージなのかな、この、備品たちは。結構登ってきてるですね。順調ですね。誰に邪魔されることもなく。邪魔される可能性あるん？誰かに邪魔されることがあるんですか？たまにだけど大きな蚊みたいなのが生き血をすすりに飛んでくる。怖え。ちょっとしか吸えませんし、吸ったらどこかへ飛んでくんですけどね。それに大抵の蚊はピンクさんが平手で叩き落としてくれるから残ってるのはほとんどいない。穏やかに見えて意外と怖い世界だな。でも今日はそれを心配する必要はありませんよ。何しろピンクさんが私たちを守ってくれますから。道中は安全です。安心して進みましょう。それは外の世界の召喚装置のことなのかな。この辺りは少し警戒する必要があります。にゃーにゃちゃんの縄張りですから。めにゃんやちゃう。私は仲良くしたいんだけど向こうはその気がないのかな。あまり懐いてはくれません。名前からして思い当たる人がいるんですけど一体どんな人なんですか。猫の耳と尻尾があってにゃーにゃーって喋るの。仕草は猫っぽいのに本とかが大好きでいつも読んでるわ。べったりされるのは好きじゃないみたい。でも全然相手にしてあげないと次第にもくれてくるのよ。それめにゃにゃちゃんだわ。にゃにゃー。ん？なんだかおかしな雰囲気。おん？にゃーにゃー。何かと睨み合ってる。生き血をする蚊ですよ。こんなところにも出るなんて。ふにゃー。飛んであっさり勝った。さすがにゃーにゃちゃん。助けるまでもありませんね。にゃーにゃー。しのぶさんのイメージ、これなの、メニアニアさん。見慣れない人が縄張りに入ってきたことに怒ってるみたい。心配してきてあげたのに困った性格だな。ふごー。引っかかれるかも。念のため下がって。いや、だぶん大丈夫でちよ。よく見ているでち。かわいい、ね。そうでちよ、デイリッチでし、君の友達でち。ゴロゴロゴロ。まあ、ピンクさんにしか懐かなかったニャーニャーちゃんが喉を鳴らして喜んでいる。デイリッチさんすごいです。一体どんな魔術を？ペイリッチから溢れ出るカリスマのおかげかな。というのは冗談で種明かしをするとメニャーちゃん、ニャーニャーちゃんも外の世界の知り合いなんです。多分向こうもそれを感じ取って攻撃の矛を収めてくれたんですね。その外の世界があるという話も現実味を帯びてきましたね。ペイリッチとしてはこの世界にこれだけ現実味がある方がよっぽど驚きなんですが。ニャーニャーちゃんも連れてこうよ。ついてくるんかーい。ついてきてない？ピンクさんといい今日は珍しいことが続きますね。いつもは縄張りを離れたがらないんですよ。ニャニャちゃんもしのぶちゃんの危機を感じ取って守ろうとしているのかもしれないんですね。違うって言ってるみたいだけど、そもそも私そんなに好かれてないわ。これは照れ隠しなんです。きっといつも勉強してたのもこの世界を何とかしようとして知識を集めてたんですよ。よし、ニャニャちゃん、君の知恵を生かす時が来たです。しのぶちゃんはデイリチが何とかしたる。みんなでしのぶちゃんを守りながら鍵を取りに行こう。ふん、パーティーメンバーにいるわけではない。ふむ？しかしまだ蚊が現れるってことは外の世界でまた何か良くないことが起こらわれてるんかい？上層。どこまで続くのか。お？なんか右下になんかあったぞ、今。楽しくなっちゃって。歩みを揃えてみんなで頂上を目指すなんてまるでピクニックにでも来た気分だわ。でも不思議ね。みんなとは前にもこうしてエヴァンを登っていた気がする。もしかするとそれがあなたの言う向こうの世界の私なのかしら。ズバリそうでちよ、ゼンマイ山覚えてないですか？ゼンマイ山？みゃーみゃー。どんどん。二人とも知ってるって言ってるみたい。やっぱりこの二人は記憶を受け継いでるんだ。この二人さえ言葉が喋れたら万事解決なのにな。そしたらしのぶちゃんもきっと。ちょっと待てよ、これだけ完璧にイメージできて言葉を喋らないってことがあるか？お？ニャーニャーちゃんが何かを発見したみたい。
ん？魔物やんけ。なんかあるぞ、なんか吸ってるぞ。ピチャピチャズルズル。吉祥地面に落ちた血をストローで吸ってる。戦闘になるかまさかの。ん？強いエステルちゃん。ありがとうピンクさん。すごい頼りになるな。デイリッチも怪我をしてなかったらもっと積極的に出るんですが。この血はどっから来た？信じられない発言。向こうの世界ではバッタバッタと鳴き倒していたのに。ところでさっきの魔物たち一体誰の血を吸ってたんですか？忍ぶパパかまさかの。パパ？もしかしてパパあれに襲われて怪我でもしたのかしら？襲えるのならばこんなやり方じゃなくて直接吸うはずですよ。デイリッチはちょっと楽観的すぎたかもしれん。黒い獣の存在をすっかり忘れていた。これは鍵を返してもらうのも楽な仕事じゃなさそうですね。不穏な空気が漂ってまいりましたが、左側なんもない。雲もうだいぶ上層ってことか。これなんかある？なんもないか。お、またセーブポイントか。一応セーブは分けるけど、ここが最長城か。これが忍ぶパパかい。こんにちはパパ。こんにちはパパさん。はあ、大きな鍵を取りに来たんだね。だけどこれはダメじゃないか。忍ぶ怪我人を連れてきたりしちゃ。どうしても自分で行くっていうので。最近は大きな蚊だって多いだろ。さあ鍵を返そう。ちゃんと返してくれたんかい。キーオッパンドラを取り戻した。あっさり返してもらえた。デイリッチの思い違いだったかな。どうしたんだい、この鍵だったのだろ。さてこれからどうするんだい。どうやら君は外の世界のもののようだけど、帰る算段はついてるのかな。外の世界って概念はあるのか。帰り方は分かってるんだけど、まだ話足りないというか、ちょっと忍ちゃんをお借りしてもいいかね。大事な話があるんですよ。話すならここですればいいさ。それが、どうしたらできないのかい。私を抜きにして忍を説得しようだなんて、そいつはアンフェアってもんだろ。なんだって。腹を割って話そうじゃないか。外から来たものは初めてね。私もいろいろと話したいことがあるんだよ。やっぱりそうですか。君はデイリッチがどこから来てどういう目的でここにいるか分かってるんですね。まあ大体のところはね。鍵を頂上に運んだというのがそもそも変な話。重たいなら近くに運べばいい。安全に管理したいならデイリッチが寝ていた休憩小屋の中に置けばいい。わざわざ頂上まで運んだということは、この使い道を知っていてこの鍵をデイリッチに渡したくなかったから。忍ぶ、その鍵には空間を超える能力があるのさ。危険なものなんだよ。君とデイリッチさんが二人きりの時にその鍵があったらどうだね。デイリッチさんは躊躇せずに飛んでしまうよ。危うく誘拐されるところだったんだ。パパとしては可愛い娘を守るために一計を打つしかなかったんだ。じゃあどうしてデイリッチに返したんだち？君には一人で帰ってもらいたいからさ。説得を諦めて、で、忍ちゃんと無理やり飛ぶ可能性を考えてないんですか？それは君を信頼しているから、とカッコつけたいところだけど、実はさっきからジャミングを行っていて。妨害電波さ、私の近くにいる限り、その鍵は私の力に邪魔されて効果を発揮できない。つまりデイリッチさんは私から遠く離れないと鍵の力を使えないんだ。なんだって？忍が私の手元にいる限り、忍は絶対に安全なんだよ。どうもおかしいじゃないですか。君だってイメージの一部でしょ。なのにどうして君だけ喋れたり、そんな力を与えられたりするんですかね。それに黒い獣、コアの前で出会った獣はパパさんでしょ。空間すら超越した移動をしている。創造主の忍ちゃんを差し置いて、まるでこの世界の主みたいじゃないですか。別におかしくはないだろ、私が主なんだから。え、親がいて子がいれば親側に責任と権力が集中するのは当たり前のことなんだ。忍は私の庇護下にある。忍がそう選んだからこそ私がこうしてここにいるんだよ。それは親子の関係でありがたい、ありがたいために、忍ちゃんが力を君に委任しているということですか？パパが私のイメージって本当なの？デイリッチさんが言うことは全て正しかったのですか？正しいのはいつもパパさ、忍。いつだってパパが正しい。デイリッチさんの言葉に惑わされてはいけない。そこでおとなしく聞いてなさい。確かに忍ちゃんは君には逆らないようですね。だけどどうするんでち？デイリッチが一人で帰ったところでこの世界は終わってしまうんでしょ？だけど今日は明日って話じゃない。残酷な外の世界に出るより理想的な世界で一日でも長くパパと幸せに暮らすんだ。血を吐いてまで耐えるのが幸せなんでちか。何事にも終わりがある。それを受け入れられるかどうかだ。終わりが不幸の全てではない。それにしても君は小さいのになかなか喋るね。長くいてくれるなら歓迎するよ。きっと忍のいい友達に。終わりが分かっていてこの世界を存続させるのはなぜでち。
本当に娘の幸せのためでしか。たとえ明治であっても、ここにはパパがいる、友達がいる。忍を、誰も忍を責めないし、意地悪だってしない。みんなが忍を大好きだし、責任だってない。もう放っておいてくれないかな。私たちはこれで十分に。悔しいんじゃないでしか。現実に負けるのが。現実世界を選べれるのが、この理想郷の敗北だと思っている。ひいては自分自身、イメージとして作られた自分たちの敗北だと思っている。違うでしか。どうなんでし。違うさ、そうじゃない。仮に100歩譲って君の言う通りだとして、それの何が悪い。誰がそれを責められる。誰だってそうだろ。存在意義は欲しいさ。忍のためだけに存在してきた我らが。現実に負けたら一体何だって言うんだ。私たちはこれでいいんだ。忍だって納得のことだ。もういい。巻き込まれる前に帰りなさい。君は忍ちゃんに判断のための最も大切な材料を渡していない。忍ちゃんは今度は忍ちゃんの番です。忍ちゃんの君が、なぜ君がパパのいる過去に固執したか。なぜパパが生きている過去を選んだか。その理由を知りたくないですか。忍ちゃんはパパを自分が殺したと思ってるからだし。やめろと言ってるだろう。お願いパパ聞かせて。忍ちゃんはほんの少しの細工に気づかず、パパは暴走召喚に巻き込まれて死んだ。その他大勢の人もね。忍ちゃんはそれがものすごいトラウマになってるから、こうしてなかった世界に逃げ込んだ。わあ。トラウマという黒い塊、これがパパと呼ばれているイメージの本性でち。本当に私がパパを殺してしまったの。間接的な話でした。けどそれを君が受け入れないと、この世界は不幸な終わりかしか迎えられない。戦闘になるんか。ピンクちゃん、ピンクエステルちゃん、忍ちゃんの死が本当の終わり。しかし生き残ればイメージは頭の中でずっと続くんです。あの二人はそれが分かってる。さあ距離を稼ぐでしょ。手を取ってみんな進むのだ、未来へ。どうすんの。この世界からの脱出、または黒い獣に捕まる。追いかけこげ、追いかけこげか、まさかの。おいおいおい、うわい、ミカさんとしのぶデイリッチ戦うですよ。しのぶちゃん、パパが追いついてくる前にここを突破するでっち。最初は見てるだけでいい。少しずつ勘を取り戻していくんだ。君には誰にも負けない力が。おい、敵ハイエナ、厄災を呼ぶものヒュージラット。これどんぐらいの強さだ、どんぐらいの強さだ。しのぶさん、ちょっと防御しておいて。あ、弱えわ。初歩のレベル18、プチメテオ一気にレベル上がったな。それすごい。オートでもいけそうだなこれ。あ、意外とやる。ゼロゼロタイガー。なんかあそこからジャンプで飛ぶんちゃうかなって思ってんだけど、どうかな、違うかな。いいよいいよいいよ。もう徐々に、徐々にどころかめっちゃ力取り戻してるけど。オーライ、よしよし、54、一気にレベル上がっていく。コアの穴のところに、忍なぜ逃げる、お前を愛してるんだ、平和に暮らしていたじゃないかな。ここで死のう、ここで終わろう。パパが言うことは間違ってるとは思わない。だけど今はパパだけが正しいとは思えない。みんな私を本気で助けようとしている。バカなこと言うな。私のことだけ聞いていればいい。責任も判断も全て放棄して。心の奥底では、責任も判断も全て放棄してっていうのが忍さんの心の奥底の望みだ。まあそうだ、そういうことなんだろうな。それともお前だけ逃げるつもりなのか。またパパたちを見殺しにするのか。お前それだけは許さんぞ。お前には義務と責任があるのだ。ここで一緒に死んでいけ。あかんあかん、逃げよう。ちなみにちょっと MP 足りないからパパッとこう。さて、途中上へ来た。うわ、いっぱい来た。もう反乱のおっさん出てきたし、これやっべ。意外と強い。ナイス。今度うわい、持ってかれた、持ってかれたけどゲームオーバーにはならない感じ。レイ、よし、サモンワグニ、うわいっちゃう。マイターン、これ全開する感じ。ナイスです。もう忍さんが力を徐々に取り戻しつつありますが、これやめろやめろ。わいわい、オートでやるのが間違ってるか。絶対反射、ちょっと待って。あい、もう本当に。アイスストーム、サモンアグニ、混乱、もうひどいことしてくる。
刀剣。ふう、逃げろ逃げろ逃げろい。はあはあ、大丈夫ですか。レイリチさんクソだけど、ピンクさんとニャーニャーちゃんはどうなったのかしら。きっと無事です。この世界のとても大事な宝物だから、パパもきっと無意味に傷つけたりしない。今はただあの子たちの思いを無駄にしないためにも進むですよ。コアまでレイリチに考えがある。ジャンプで飛ぶんか。どこだったっけコア。はい、おい、いっぱい来てる。ある程度戦ってレベル上げといた方がいいのかな。その可能性ある。その可能性あるぞ。ずーっと逃げてたら積む可能性ないかこれ。でも120まで上がってるから結構もう大丈夫か。何かが来る。おん、メニアニアちゃん合流できるなんてついてる。このまま一気にコアまで行くですよ。おん、どうした。おん、おう、エステルちゃん。うん、小さくまで気づかなかったけど、しのぶちゃん名前で呼んでるですよ。エステルちゃん、メニアニアちゃんって記憶が戻ったんですか。不思議、どうしてかしたら。でも確かに覚えている。力を取り戻したせいかしら。なんだか記憶のも一緒、なんだか一緒に記憶の断片も頭に入ってきてるみたい。おん、この世界を守っていたパパが暴走してしまったことで、この世界の維持が難しくなっているのかも。エステル、メニアニア、二人とも本当によく来てくれたわね。もう少しだけ私に付き合ってくれる。うん、とにかく今はコアまで急ぎましょう。エステル、後方より援護。あ、エステル、ガーディアン。どんな装備してんのあんた。グリズリー、両手にグリズリークロー。すげえことしてんなあんた。スキルは？みんなを守る。毎ターン HP 半分以下の味方を攻撃から守る。ガーディアンコンボ。メニャニャちゃんを引っ掛けに続いて超強力な回し蹴りを繰り返します。はーん。ジャイアントのエステル、通称ピンクちゃん。忍さん、忍のイメージの産物だが大きいためかかなり強い。なるほどね。うわい、これ戦ってった方がいい気がしないでもないな、これな。中ダメージ。いいよ。物理が2回攻撃なのかな、デフォで。忍さんのレベルアップのためにも、これ戦ってった方がいい気はするんだけども。ナイス。うえい。忍は戦闘が終わるたんびに毎回全回復すると思えばいい。全回復してんなこれ。ちょっと軽くせめてデイリッチと同じぐらいまではレベル上げといた方がいいでしょうよこれ。まあ、十分か。でもこれ十分上がってるか。よし、140、もう十分、もう十分じゃないかなこれ。もう十分レベル上がったんちゃうかなって気がするけど、どうでしょうか。レイ、よわ、もう無駄に当たっちまった。仕方ねえ。だいぶ強くなってる忍さん、本領発揮してます。うん、 NP がないぜ。パパッとこう。さて、雲はどこだったかなこれ。雲はもうベリッチより早いの、マジで。うわー、こいつ意外と強かったやつちゃうんかこれ。おい、よし、160、すげえ勢いでレベルかかっていく。シュッシュッ。あれ、道がなくなってる。そんなはずは。さっきの大きな揺れでここにあった階段が崩れてしまったのかしら。ここしか道はない。いくらなんでも飛ぶには高すぎる。ほん、どうした。メニアニャ、ルイリッチの道具袋、ロープか。うん、このロープを垂らして下まで去っていけばいい。メニアニャちゃんの功績のような気がしますが、ロープを使うとなると、おお、エステル、元の世界と同じような役回りだな。エステル、うん、ジャンプの実績があるからこれぐらいになると楽勝ですよね。うん、なるほど。ははーん、よし、降りた。うん、ぷんぷん。過小評価しちゃったかしら。あの子は実力を過小評価されるとくすねてしまう。これはメニアニャじゃなくちゃんじゃなくてメニアニャがだったかしら。どちらにしろこういう時は褒めるのいいの、褒めるといいのでした。メニアニャちゃんすごいすごい。先輩嫌い、喋り始めた。今喋った。ここにいたか。あかーん。貴様らにはちょうどいい障害だったようだな。だが私にはこんなもの何の障害にもならんぞ。
二人とも早くこっちに飛んで。うん、無駄だ。うわぁ、この世界に逃げ場のないどこに行こうとすぐに追いついてみせるぞ。わい、こはどこ、こはどこ、ここら辺ちゃうかったっけ。ここの左側だったな、確か。うむ、コアまで来たけどここで何をするの。コアを使って外の世界に戻る。あのコアです、出入り口が通ってきたやつ。でも今のキヨッパンドラじゃ転移能力はほとんど失われて出てる出口が手応えがないわけじゃない。コアを拡張するぐらいなら今の状態でもきっとできる。飛び降りても届く距離だから、それを使ってしのぶちゃんは外の世界に戻ってほしい。出入り口さんはもちろん、出入り口もその後に続く。ただ拡張の大きさ的に一度に一人ずつが限界なんでちゅうね。出入り口、お前戻らないつもりか。私が戻るとこの世界はどうなってしまうの。わからない。多分消えていくと思う。エステルさんやメニャーナちゃんも。でもそれは死なんかじゃない。君のイメージが残っている限り彼女たちもまた永遠なんでち。彼女たちをここで終わらせないためにも、しのぶちゃんには帰る義務があるんでちよ。この子たちはそんなことを望んでいるのかしら。私に勝手に作られて用が済んだら消されてしまうなんて。しのぶ元気出せ。この世界を棺桶にしないで。どうして二人とも急に喋り出したの。喋らせないようにさせていたのはしのぶちゃんなんでち。彼女たちが喋ればパパの死がバレるから、そうならないように彼女たちの能力に制限をかけていたんです。元気出せしのぶ。エステルちゃん、しのぶちゃんが生き残るために作られた世界でち。君が死んだら一番悲しむのは彼女たちなんじゃないですか。この世界を理想と教という名の棺桶にするか、それとも再び歩き出すための治療室とするか。行きたい。それを聞けてよかった。この世界のみんなにも、外の世界で待つみんなにも、これで胸を張って会える。わー、起きたー。この世界でのデイビッチたちの最後の仕事、ボス戦か。すぐにその小さな体を飲み込んでくれるわ。さあ